スカイボンニュール。スカイボンニュール。髪の毛がやばいです。今日はタブレットから配信ですよ。ねえ、昨日の公演で思った。届いたんですよ。すいません、すいません、リップの色落ちちゃった。行きました、行ってきました。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。荷物取り出します。でもなんかもうお腹に溜まりすぎちゃって、お腹が痛い。お腹が痛く、あ、そう、カード誰で出たか言ってない、確かに言ってない。じゃじゃじゃん、あ、待って、チーム E の、 ホルモンとかの食べました。ホルモン食べまして、誰が出たと思いますか、予想してください。予想です。あれさ、具材何、トッピングだけさ頼んでもさくれるの、カード応募しないと。え、どうやって応募するのこれ。え、このなんか応募券はもらったけど、応募どうやってやるのか分かんない。ニンニクの芽、誰出たと思いますか。モバメ、モバメは今4通送ってます。来てないですか。今日は4通送ってます。とりあえずお休みメールであと1通送って5通目になります。はがきか、はがきはちょっとダメだ、動きはダメです。正解はダダダン、ココナさんでした。嬉しいですね。マネソワイパーにトッピングを含む、まぜそばは頼まなきゃいけないんだ。なるほど、私応募は諦めます。やった、かわいい。悔しい、悔しいの欲しかったの。それはみんな欲しいと思いますが、あげません。大事にします、大切にしますので、あげません。かおりんと姫さんでした。お、あ、じゃあください。姫とタンさんはこの間ね好きって言ってたので、カオリンさんください。ありがとうございます。今日はメール1しか来てない。え、なんで4通送ってる、4通送ってるんだけど。でももうなんか夏休み終わって、昼間はバブルも送れないので、昼4時過ぎぐらいまでは、まあ大体ね5時ぐらいまでは来ない、絶対来ないって思っててほしいんですよ。
送れないのであげません。ホリナリロコ投げ、お、じゃあください。春雨のスープいつ、なんで届いてないんだろう。届くはずなんですけど、いや絶対送れないんですよ何が何でも。なんで届いてないの、送った、なんかそういう不具合があるんですよね、たまにね。でもさ、普通に考えてさ、4通送っててさ、1通しか届いてないってさ、ちょっと変じゃない。誰に送ってるの、みんなに送ってますよ、みんなに、もういつもの同じやつに送ってる。でも同じメールを何通も送ると同じの来ちゃう時あるんですよ。くじけんのカードってプレゼント送ってもいいのかな。いいんですよ、何でもいいんですよ。ありがとうございます。内容がダメだったら連絡来ます、ダメですって。だからそんなはずはない。内容がダメだったら来るんですよ、送り直してくださいとか来るから。絶対それはないんですけど、しかも絶対4通全部来てないわけないから。メールは心霊図違うバージョンを送ったんですけど、ダメな時はダメだって。でもここいつも同じところに送ってるし、ここが送って変なところに送れてるわけはないので、だからここのスマホが悪いわけじゃないんです送ってます。もう一回送ってみたら同じのが2通と届くんですよね。それが謎いね、送ったのに悲しい。メーラーですね、きっと。そう思っておいてください。ババルミンだから5時までか。5時ね、5時はねなかなか送んないですけどね。そうで午後送ってるから、ここが悪くないありがとうございます。あとあれが悪いんや、システムが悪いんです。システムエラーです、きっと。サワさんも送れなかったことあるのね、ありがとうございます。あと悲しい。マネージャーさんに確認できた、言えない、こう言えないんですよ。何も言えない人なんですよ、人に相談できないタイプなので無理なんですだから大富豪の本人登場も言うのにちょっと時間かかった。ありがとうございます。スマホが悪いはないです、絶対。だって届いてるのもあるから、変えたのに。バブルは絶対届くんですけど、メールは届かない時があるんですよ。前もそうだったけど、なんか送ったはずのメールが届いてなくてみたいな。わかんない。電波は悪いところにいたら絶対に届かないようになっ、絶対後から送られて、スタッフさんにね送られて、前来たんですよ、電波悪いところにいたらこれ送れなかったで、時間、これ時間越してるので送れません。ありがとうございます。誰もありがとう。画像が大きすぎたらここのスマホに連絡が来ます、送れませんって。だから変です、ちょっと許してください。それはありがとうございます。最近めっちゃパフォーマンス上達してるね。あ、本当ですか、嬉しい、ありがとう。いや、ご飯食べましたよ、カジキン、カジキンね、ありがとうございます。そう、心霊現象でそうなったんかもしれない。
え、でもわかんない、夜もしかしたら来るかもしれないじゃん。遅れてくるかもしれない。え、ね、遅れてくるかもしれないな。だから見てみてくださいね。メール打ちます、おやすみメールを。え、待って、間違った漢字。ジムにトッピング食べまして。え、そうだよ、幕張早いよね。え、待った、まあ間違った、書きれなが間違ったとか言うか、間違ったって言うの、ちょっと昨日の子はね、嬉しかった、台湾からありがとうございます。楽しめて、え、なんか多分、あれだなっていうのが分かりました。あとはなんか多分昨日初めてその来てくれて、制服の目公園に保護がいる、なんかそれで見に来てくれたらしく、その人が誰か分かりました。なんかさ、昨日、昨日ね、なんかピンクピンク白のペンライトが多かったんですよ。え、なんかそう集まってましたね昨日は。いつもより良かったですね。ありがとうございます、タコバラ、ありがとう。ゴジッタ、ゴジッタ、え、わかんない、僕は絶対。え、でもさ、あの丸刈りって言ってたよね、だからさ、ちょっと名乗ってください自分で。昨日初めてパフォーマンス見ました、可愛かったです。お、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう、ありがとう、ありがとう。締めてハイハイ先生の次の握手会なら、いや、名乗ってほしいですね。名乗った方がいいと思いますよ。名乗った方がいいと思いますよ。名乗った方がいいよね。メールさ、結構さ、なんかいろいろ打たないといけないからさ、パパパパって送れないんですよね。あ、そう、昨日はアンコールのショースカートでした。なんか出る先輩によって変わります、いつかの。え、違う、なんか多分分かったんだよねここでも、言うの忘れた。なんか通りすがると、あ、やらかしたって思いますね、いつも。やばい、53分。じゃあメールはブログ見たか、面白いの。メールは、いや面白いのかよく分かんないけど、え、なんか最近は今日は何の日でこうでこうでこうでっていう豆知識を送ってますね。サイズ合わない衣装とか持ってる、いや全部なんかさ、フィッティングとかするんだけど、それは全部着れるので大丈夫そうです、今のところ。ありがとうございます。あと、お前も面白い、あ、よかった、それは。ありがとうございます、だるま。今日ドラえもん、うわ、さっき調べたんだよね、こう何の日って送ったんだっけ。ね、なんかアフタヌーンティーの日なんですよ今日で、アフタヌーンティーの日のことについて送りました。いや、メールは全部もうポポポポポポって自分で、ブログはよく考えて送ってるのであれなんですけど、メールは結構ポッと送っちゃう。やばいよ。
あ、そう、今日くるみさんの誕生日なんです。なんです、みんな知ってるか、おめでとうございますですね。あ、そう、今日グミの日なんですよ。グミの日でもあって、そう、グミについて語ろうかと思ったけど、ちょっとやめました。ふっちゃん、アフタヌーン、アフタヌーンティーって飲み物なの？食べ物じゃないの？やばい、時間がない。メール届いてないの、悲しい。え、そうなの？アフタヌーンティーって食べ物だと思ってた。アイスのメール来た。本当？でもね、なんか9時ぐらいに送ったやつが12時ぐらいに行くこともあるからね、そういう不具合とかよくあるんですよね。だからちょっと待ってみてください。そしたら来るかもしれない。今日は5通です。アイス本当にうわよー、もうやばいよ。リンゴジュースの、あのリンゴジュースの写真があります。みんないらないって。てかね、大富豪全部揃ったんですよ。すごいでしょ。あ、大岡さんのあのやつ揃ってます。全部、あ、全部じゃない、一つ出てないかも。やばいやばい、やらかした、写真を撮るの忘れてしまった。やばい、なんか足痛い。え、筋足取ったメンバーの角って消える？そうなの？よし、送りました。一気に来るのね。今日は5通送ってるので5通来ると思う、ついてください。昨日の来た？どういうこと？どういうこと？一気に来てる。え、え、まとめて送ってないですよ。まとめて送ってないよ、ここ。ひ、怖い。メール送るのだ。メールね、メールはね、やっぱりなんかバブル、バブル始まってからバブルって結構パパパッと送れるんですよ。だからメールもうバブルみたいにパパパッとちょっと送れるような感じじゃないんですね。結構いろいろ打ってから打ち始めないといけなくて、だからそのバブルみたいにメールはそんなにいっぱい送れない、送れないっていうか、そのちょこちょこボン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 って送れるわけじゃないよっていうのはちょっと分かってほしい。やば、やばいやばい、壇上読むのせい、ちょっとごめんなさい、時間やばいですね。ありがとうございます。誰も、やば、バイバーイ。